はい、どうも、杉下独居作家のトルです。ということで、今回なんですけども、1枚で決まるシャツを今回紹介していこうかなと思っております。はい、まあ、この時期はインナーで使って、で、春先は1枚で決まるっていうね、そんな便利アイテムなんですけども、今回はちょっとしたテーマがございまして、古着すぎないコーディネートを作っていこうかなと思っております。新品に近いコーディネートです。今回使おうかなと思ってるシャツはこちらにね、並んでるんですけども、こちらですね。はい。フェイクスウェードシャツでございます。皆さんフェイクスウェードシャツでご存知でしょうか。まあそもそもね、ちょっと一回見せますわ。はい、まずフェイクスウェードシャツはこちらになります。人気のカラーのブラウンと安心安全カラーのブラックでございます。まあ見ての通りね、まず材質、このベロアのような高級感っていうかね、質感ですよね、光沢感のある感じで、ヒラヒラとしたな、柔らかそうな生地感でございます。で、本来このフェイクスウェードっていう生地は枕カバーとかベッドシーツのような寝具に使われるぐらい肌触りがいいんですよね。ほんとね、触ってもらいたい。で、分かる方には分かると思うんですけど、すごいテロテロしてて起毛した感じです。ふさふさ柔らかい感じでございます。はい、すごいね、肌触りも良ければ着心地もすごくいいアイテムでございます。で、今回はこのフェイクスウェードシャツ、全てのねカラーバリエーションたくさんあるんですけども、この色たくさん着ていきたいと思っているので、その全ての色に合う最強のパンツを今から選びます。で、毎度恒例の着回しをしていきますので、そのパンツは動かさずに、そのパンツオンリーで全ての色をまず合わせます。 OK、 じゃあパンツ選びます。パンツ、はい、ランチャーでございます。ラングラーですね、ブランドは。ラングラーのスタープレストっていうね、あのリーバイスが作ったこのブーツカットのポリエステルパンツがあるんですけども、それのねラングラーバージョン、まあ通称ランチャーって言われてるんですけど、このパンツは俗に言う皆さん大好きなフレアでございます。フレア、まあブーツカットなんでフレアの加減はちょっと弱めなんですけども、まあ綺麗めなパンツということで、細めで、まあ、スラックス生地で、あの使いやすいパンツでございますので、まあ、新品スタイルにうってつけかなっていうところで、今回ねこいつを選ぼうかなと思っています。ちょっと誰かそっち持って、もう一人じゃこれ厳しいから、っていつもやってます。それでイエーフィールドができたぜ。はい、まずフェイクセドシャツのねベージュ色を着替えてきました。はい、どうでしょうか。まずこの質感見ていただきたいんですけど、この起毛した感じ、これ分かる人には分かると思うんですけど、肌触りがめちゃくちゃいいです。で、最初にこのフェイクセドシャツの大きなメリットを話していきたいなと思っています。これ着心地とか見た目だけじゃなくて、大きなメリットがございます。ポリエステル 100% で基本できています。まあ表記見てそうじゃないやつも中にあるとは思うんですけど、ほとんどがポリエステルでできています。なので洗濯 OK でーす。なんと縮むこともなければ、なんなら洗濯し終わった後にアイロンとかしなくてもシワがつきづらい、そんなアイテムでございます。はい、で今回着回すスラックス、はい、ランチャーのブラウンのブーツカットシルエットのスラックスパンツでございます。どうでしょうか皆さん、足がねめちゃくちゃ長く見えてると思います。これはブーツカットって言ってね、パンツの裾が気持ち広がっています。まあフレアですよね、いわゆる。そうで、そのおかげで足が長く見えるのと、綺麗な雰囲気でシャツを着ることができます。この組み合わせはねぜひ皆さんおすすめですので、覚えておいてください。で、今回ちょっと迷ってるんですけど、これハットない方がいいよね、ぶっちゃけ。みんなからしたらハットかぶんないもんね。それは分かってるんですけど、僕の髪の毛はね一日ハットで潰されていてぺちゃんこなんで、できればハットをかぶらせてほしいです。お願いします。はい、黒のね薄手のトレンチコートを着てきました。まずベージュが差し色になってますよね。この組み合わせがまずすごく可愛らしいと思います。で、コートなんでやっぱりこのスラックスとかシャツとか綺麗な雰囲気のアイテムにすこぶる相性がいいです。はい、どうでしょうか皆さん、この感じね。これあの人一見したら別に古着着てないんじゃねみたいな、そういった雰囲気出てますよね。新品みたいな雰囲気出しています。はい、これがねオール古着なんですけども、古着すぎないっていうね、今回のテーマに合ってるんじゃないかなっていうね、そういったところでございます。まず緑のシャツ2枚目ですね、着替えてきました。どうでしょうか皆さんね。はい、緑ってやっぱね好きなんですよね僕。はい、でフェイクスウェードシャツの上にコーデュロイジャケットを羽織ってみました。でネイビーなんで、さっきのコートと色かぶりしてしまってるっていうことに今気づきました。でもショート丈だし、ジャケットもコーデュロイなんで許してください。こういう感じです、コーデュロイ。はい、で前回ねコーデュロイジャケットの着回し動画を撮っていますので、よかったらそちらもね見てみてください。シャツでね着回しても全然問題はございません。襟襟になっても僕は全く気にしないですね、こんぐらいだったら。うん、何も違和感ないです。でやっぱこの焦げ茶のスラックスはね、すごい色の組み合わせが作りやすいです。で今から着るシャツ全部の色に合わせる自信がありますので、皆さんねこういったシャツカラーバリエーション持ってる方はね、何色のパンツ買おうかなって、まだ持ってないっていうんだったらブラウンおすすめですので、チェックしてみてください。よし、次、はい、続きましてはね紫の
フェイクセドシャツでございます。で、今回ちょっと僕が着てるインナーのね、サーマルティーの上に前を開けて羽織ってみました。まあ春なんで、テーマは春服なんで、まあ一応ね、春だったらこうやってね、 T シャツとかの上に前開けて羽織っても可愛いシャツですので、イメージの変化はつけやすいです、シャツって。まあ茶色との相性もバッチリでございますよね。はい、いい感じでございます。で、ハット外すとこういう感じです。まあ春なんで服装がね、だんだんこう軽装になっていくと思うんで、こうやってね、ショルダーバッグとか持っておくと結構アクセントをつけられるんじゃないかなって思います。はい、可愛らしいですよね。はい、すぐ下時に置いてあるオールドコーチでございます。レザーのバッグです。可愛らしいですよね、この感じも。うん、どうでしょうか。これでなんかいい感じにカバンからこそこそなんかリップクリームとか出したいですね。このオレンジっぽいフェイクセドのシャツを羽織りたいと思います。あ、これだいぶでかいかもしれない、サイズ感大きい、ガウンみたいになっちゃう。だいぶでかい、めちゃめちゃでかいです。何このでかさ、こんなでかかったんだ、全然気づかなかったです。ちょ、これはさすがに新品っぽい着方とは言いづらいので、さすがにシャツインはした方がいいですね、このサイズ感。まずこれ全部シャツインしたら、ここがブワンブワン、こうパンツの中がブワンブワンになるの分かりますよね。だからポイントとしては、まず一回綺麗に全部入れます。お腹痛いなっていう、なんかお腹冷えちゃったなっていう時みたいな感じで、お腹にじゃない、ウエストにシャツを全部入れます。完全に入れてください、完全に。この状態だとここが張っちゃってるんで、ね、全部入れたんで、この状態で少しピーってこう前にやってあげます。要はね、ここに入ってる面積はちょっとだけになるんですよね。こういっぱい入ってるやつがこうピーって出したことによって、シューンってこんぐらいしか入ってないんですよ、今。こんぐらいしか入ってないんで、かさばっていないです、中が。ピーをいっぱいやればいいだけっていうね、それだけの問題でございます。シャツインが僕ちょっと勇気がないんでできないですっていう方たくさんいるんですよね、お客さんと話してると。でもね、ちょっと頑張って、インしてください。したら、あなたの世界変わります。はい、テーラードジャケットを着てきました。まあオレンジ色が差し色になっていますので、やっぱね、この時期からもこのシャツってのはすごい汎用性が高いアイテムです。1枚で着てもさっきみたいに可愛かったのに、この時期はね、インナー使いとしてもかなり活躍してくれるアイテムですので、皆さんね、季節の変わり目で何買おうか迷ってる方にはうってつけのアイテムでございます。で、今ちょっとチンピラっぽい格好になっちゃってるんですけど、多分ハット外せば、まあまだちょっとね、クラシックな雰囲気が好きな方だったら、まあ絶好のね、アイテムなんじゃないかなと思ってます。はい、黒のフェイクセドシャツに着替えてきました。やっぱ黒が一番ね、なんかこう見慣れた光景というか、見てて安心感のあるカラーじゃないかなと思います。はい、まあこれ別に新品で買ったんだぜって言われても、あ、そうなんだってなると思うんで、古着すぎないイメージに一番なるアイテムなんじゃないかなと思います。で、これね、ちょっと長かったんでインしましたけど、出したら出したで別に、まあそれはそれでありだなと思ったんで、一応出すとこういう感じなんですけど、まあこれはこれで別に、まあこういう着方好きだよって方もいると思うんで、全然ありだと思います。ちなみにハット被るとこういう感じになります。まあそれっぽくなりますよね、それっぽく。ハット強し。で、アウターはちょっとね、きれいめっていうところで、ベージュのスイングトップをね、羽織りたいと思います。ジャケットとか着ると分かります？これシャツ1枚で着る分には、着丈の長さね、そんな別に俺気にならなかったんだけど、ジャケット着た瞬間、こう少しだけこうはみ出るんだよね、少しだけ、これちょっとだけね、まあ、これが気になる方はね、結構出てくるんだと思います。これに関してはこのジャケット着てる間だけでもこうインしましょう、こうインさささささ。で、これパンツワイドでもかっこいいんだけど、これワイドにした瞬間一気に古着っぽくなります。例えばデニムとかなんかコーデュロイパンツとかそういうのでワイド履いちゃうと絶対かっこいいんだけど、でも一気にちょっと古着感強すぎるって思う方いると思ったんで、今回のテーマの綺麗めです。これだったら別になんか古着感強すぎずに、なんか尖ってない感じで着れるんじゃないかなっていう感じです。やっぱハットかぶるとね、一気にあーこれ通るじゃんってなっちゃうんだけど、ハットかぶったらとしても、まあ一応合います。